突然ですが皆さんに質問です。エンジンや原油精製所を作ろうと思ったのに鋼材が全然足りないって経験ありませんか？鋼材の生産って意外と時間がかかりますよね。そこで今回は序盤からほったらかしでも鋼材をたくさん作れるテクニックをご紹介します。まず先日のショート動画でご紹介した止まらないコンパクトな鉄板製レンダーインを作ります。次に石の路12個を上と下にそれぞれレイアウトします。石炭を投入するのを忘れずに。最後にインサーターを設置して小型電柱で通電すれば完成。約27分、ほったらかすだけで鋼材100個が出来上がります。鋼材100個を生産するには石の炉1つあたり石炭36個が必要です。ちなみに鋼材と鉄板の石の炉のベストバランスは1対1。電動掘削機15台と組み合わせれば詰まることなく生産できます。皆さんも試してみてね。